そうそう、その場に止めると見せかけてスペース、その場に止めると見せかけてスペースに、そうです、その場に止めると見せかけることが必要です。じゃあ、はい、なんでだろう、軸足がまっすぐしてないから。軸足がまっすぐ、じゃあ軸足をまっすぐ立てて、まっすぐ立てて、はい、軸足をまっすぐ立てて、軸足まっすぐ通りますか。なんで当たる場所？当たる場所。蹴る場所が違う？どこにボールを当ててるか、どこで蹴ってるのかちょっと。この辺？どこにボールが当たってるのか。この辺。真ん中のつもり。だけど、なんかちょっと足の裏っぽいような気もしないでもない。もう一回と、はい、どこに当たりました。もう一回、どこに当たりました。どこに当たりました。上の方かな。上の方だった。この辺に当たってるんですよ。ってことは、ちょっとこういう回転がかかりやすいんですか。これをどこに当てるのか、どこに当てるかとか、説明とかがありますか。インサイドラインのあたりとかって言ってみますね。ラインのあたり、これの方ですか。いや、かかってよりはもうちょっと前の方、はい、この辺。でも、あんまり意識しても、ここではなくて、ここ、まあ、フォーキックのエリアになるんですよ。フォーキックのエリアで、だからイン、まあ、フォーキックとかインフロント、インフロントっていうのがあって、インサイドっていうのはここなんですよね。インサイド。だからここにボールを当てる必要があるんです。ここに当てればまっすぐボールが来るんですけど、ここに当てるとこういう風な、こういう風な回転が。難しいですよ。はい。とても難しいですね。あ、そうですね。そしたら次、左側にパースタッチ、左側にパースタッチ。あ、そうなのか。左側も一緒で行こう。その場に止める止めてかけて、内側、インサイドで内側に。その場に止めるためにかけて、インサイドで内側に。このバックというのもやってみましょう。では、ね、はい、そう、ここに当てるのを意識してやってみましょうか。はい。はい、青山があるんで感じてくださいね。あれ、自分の体のどこにボールが当たってるのか、あ、まだ自分の足にちゃんと当たってるところを見てくださいね。あ、やっぱり爪先だ。そうですね。どうしたら治る。お、今なんかちょっとかかとかかとと思って意識したんですけど、あ、もしそうですね、あのインサイドに当てようとするけど、つま先に当たってる場合は、もうこの辺に当てるつもりで、やった方がいい。あれ、かかとすぎてもダメなんだ。そうそうそう、そう。こ
を叩くのが必要ですからね。そういうのは。
あとはしっかり当てるだけです、はい、あとは当てるだけ斜めあとは当てるだけ、はい、あーダメだやっぱりあ、この先水。